何が出るかなっと。Thank you.
どれどれ。ヨコンのことはお任せですもん。ですもん。いただき。我慢は得意だと思います。多分。
つけた。おめでとうございます。旅は疲れるもん。ワクワクですもん。あなたの期待に応えてみせる。ノポンのことはお任せですもん。なるほど、なるほど。興味深いわね。
一息つこうか。さあ急ぎましょう。じっちゃん、なんかムキムキになった気がするもん。また強くなっちゃった。快適な睡眠は得られましたか？
よっと。どれどれ。よっと。清らかなる水の力よ。スザクだ、よろしく頼む。風は俺の友達。風よ、ほんの少しだけ僕に力を貸して。うん、ですも。いただき。頑張りますも。過去に思いを馳せるのも良いものです。ノポンのことはお任せですもん。なるほどなるほど。興味深いわね。よくなりますもん。ノポンのことはお任せですもん。
何が出るかなっと。の力よ。カマンは得意だと思います。多分ありがとうございます。これならどうでしょう。足手まといにならないよう頑張ります。これならどうでしょう。清らかなる水の力よ。カマンは得意だと思います。多分お宝回収。ノポンのことはお任せですもん。なるほど、なるほど。興味深いわね。一息つこうか。さあ急ぎましょう。よっとよっと。たっ。さあ、行きましょう。この場所、ここからレックスとの冒険が始まったんですよね。そっか、レックスたちはこっちに着いたんだね。じいちゃんが力を振り絞ってくれたおかげだね。おかげでこんなにちっちゃくなってしもうたかな。あんまり大きいと一緒に旅ができないだろうから、ちょうどいいんじゃないか。
じゃが、大きければどこへでもお前さんたちを運べたぞ。世界中は無理だとしても、アルストのほとんどの場所へ行けるわい。すごいもん。ちなみに、ここからバリティアまでならどれくらいも？今の時期じゃと、10日ぐらいかの。嘘！ニアは老骨に鞭打って休まずに移動しろというのかの？そういうわけじゃないけどさ、一般的な船だったら3、4日かなって思って。すまんの、年寄りじゃからの。というよりも、もう気にしても仕方がないですもん。そりゃそうじゃ、今はこのちっちゃい姿じゃからな。これはこれで可愛らしくていいと思います。そう言ってもらえると嬉しいの。じいさんが照れるなよ。のう、レックスはどっちの姿が良かったんじゃ？大きいじっちゃんが良かったな。レックスよ、わしを便利なアルスだと思っとったんじゃな。え、家もあったし、移動もできたし、クレーンもついていて、サルベージもできたしの。いや、そういうわけじゃないけどさ、あのじっちゃんはどっしりしてたし、親みたいに頼りがいのある存在だったなってふと思っただけだよ。それに俺はあの大きなじっちゃんの姿を十何年も見てるんだ。みんなと違って今の小さい姿に見慣れてないんだよ。そうかもしれませんね。私も青龍さんの大きな姿を見た時間はごくわずかですし、今の姿が一番見慣れてます。トラには大きなじっちゃんは想像できないもん。花も見たことがないので想像できませんもん。な、俺がそう思うのも不思議なことじゃないんだって。そういうことにしておくかの。じゃが、絶対にわしの背中に乗ってアルスト中を旅したかったのとか思っとるに違いないわい。これからの活躍に期待し、まだまだ成長できそうだ。まだまだいけるぜ。まだまだ成長するよ。もっと成長できるみたい。お貸しします。皆さんに力をお貸しします。迷惑をかけてはしないと。全力で任務に当たります。全力で任務に当たります。私で務まるかしら。任せろ。はいはい、了解。七氷フラジオレット頑張ります。ちゃんとできるかな。頼んだよ。
スザクだ。よろしく頼む。よろしく頼む。Thank you.
一息つこうか。さあ急ぎましょう。さあ、行きましょう。そうか。確かにその場所には30年前に廃棄された工場跡がある。じゃあ、ビンゴってやつ？行って確認してみないことにはわからんがな。行ってこようか。君たちが？無茶はしない。危なそうなら引き返す。ってのでどう？実のところ、すぐには軍を動かせない事情もある。頼めるか？もちろん。こちらでもある情報をつかんだ。今回の一件。ノポンの政商が絡んでいるという噂がある。ノポンの政商っていうと、バーン会長？今、金の流れを洗っている最中だ。何か分かれば知らせよ。忙しそうだね。まあな、軍を動かせるようになったら私も後を追おう。分かった。お疲れさん。クマリ、サポートは大丈夫だと思います。多分。盤石ですね。全力で任務に当たります。七氷フラジオレット頑張ります。私
さあ、行きましょう。どれどれ？
告聞きますか。さてどうだった。たっよっと。どれどれ。いや、勝った！いいじゃん！そうも、はっ、はっ！
めるわ。あいつどこ行くでしょう。鍵をしなさい。勝った。クエロ転べも。よろめも。コンセントレーション。俺は生まれたとしても一人いる。サイクロンスマッチ。勝った。ワイルドサイクロン。ハナ、ありがとうだもん。敵の弱点、ゲロンはやっしやったぞ。クレル勝った。デスオーソン。いつでもいけるよ。ドリル、ゲー。ブラインドエリア。勝った。空に丸くなれるんだ。いいじゃん。くらえですもん。クレアカボー13グレイ。敵の属性が日々変化したら作ろう。花バリアアイスも500クラスにやるまで。空に丸くなれるんだ。これでピースクラッシュ。投げ上げだ。心強いね。ブラインドエリアの大切。勝った。ハッマッシュウィンク。ハッハッ。空に任せた。崩れろ。ハッハッハッ。ユミカちゃんに行こう。スポーツルーサイト。アンカーショット。ハッ。楽勝。これだったらトラ一人でも戦えたもん。いけね。先手を取られた。グングン。ヨリル崩れろ。もう言い切ったわ。いいじゃん。下げた。はっ。ももー。手が見せ場だ。アンカーショット。今から押し込めたぞ。ジャガークラッチ。グングン。バッシャリル。よよ、コンセントレーション。オッケー。いいね。お宝回収。Thank you.
いっけね、先手を取られた。崩れろ、アンカーショット、ドリル、急いで行くよ。おもまー、寝ていいじゃん。やっちゃー、乗っかってか。さっ、受け止めろ。サンキュー、勝った。理想なチャンスよ、確実に当てるわ。やっ、おお、やっ、いいね。おもまー、じゃあなー、アンカーショット、ストレッチャーロ、このメロスの下だ。ダブルスピンエッジ、受け止めるわ。やっ、これは生まれた時から不在だ。ねっ、サイクロンスマッシュ、モフモフなサポートだ。もうクルーズ崩れろ、ドリル、あげあげだ。マジンの何がマジン、勝った、強大だぜ。オッケー、ハッ、ニャ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 、ブラインドエリア、クラウンエリア、ほらだっていけるもん。ハッ、ドリルのこともマッシュ、リング、まあ、ドライバーだよ。風向きを変えるぞ、ドライバー、フェルティー、グレン、いいね。いただき、いいよ、相手になってやる。ガモン崩れろ、ドリル、よっちゃー、見つかったか。コンセントレーション、いいね。うわー、ヘッサー、やっ、勝ったー。はっ、あたしってやっぱすごい。じゃがー、スジングラッキー、助けるですもん。よし、次は負けない。もう、しっかりしてよね。たっ、いっけね、先手を取られた。こちらのプレート。
てほしいの町に届けてほしいもん。次はボコボコにしてやる。あまり無理をなさりませんね。先手を取られた。荒木みたいだ。荒木みたいだ。
サイクロンスマッシュ！
振り落とされても文句言うなよ。到着。ああ、ここだったのね。任せときな。任せとけ。仰せつかった。七氷。
った。何が出るかなっと。いっけね、先手を取られた。見切ったわ。サンキュー。はっ、アンカーショット。崩れろ。ドリルドリルですよ。はっはっもっは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 っいいね、ダブルスピンエッジ。モフモフいいから、ナイスモフ。バッシュドリル。何が出るかなっと。どれどれ。また会おうたな、天の聖杯。あ、カメちゃん。おう、って誰がカメちゃんじゃ。ノリツッコミ、基本中の基本ですね。ワイの名はジーク・ビーク・アルティメット・ゲンブ様や。ちゃんと覚えんかい、アホンダラ。長えよ、大体なんだよ、アルティメットって。この前は周りがよう見えへんかったから、運悪く不覚を取ってもうだけど、今日は正真正銘、かたい地面の上や。前のように逃げられる思ったら大間違いやで。逃げてないし。っていうかカメちゃん。なんじゃい。返事してもうてるし。前から気になってたんだけど、そのカメ柄の眼帯、何？ええとこに気付いたな。これはや、闇を突き、邪を払う伝説の眼、覇王の心眼や。めちゃくちゃ強力やから、めったなことで解放せえへんのや。中華解放したら、己ら一瞬で消えてまうで。なんだ、邪眼か。ちなみに、左目のコンタクト買うお金がないから捨てるんとちゃうよ。買えよ両方。っていうかまさかの金眼。ところで、本日はどのようなご用件で。アホか、天の聖杯に決まっとるやろ。あのね、あんたたちに相手してやるほどこっちは暇じゃないんだ。さあ、帰った帰った。なんや、ワイらの気迫にビビってちびったんとちゃうんか、猫女。なんだと？誰がちびるかい、この亀頭。にや、亀頭ってのはちょっと。は？なんで？なんで？っていうか、なんで赤くなってるの、光。バカ！アルティメットの力。俺たちの力、見せてやろう。あなたの心配はいらないよ。これがストレート。はいはい、プレイアクションだ。やっ、いいね、アーツフェアよ、モモー。やっはっ、勝ったー。やっ、オンチャージ。ダブルスピンエッジ。キングホームイン。ドリル、そうだ、バッシュ、バッシュ、アンカーショット、ヤース、いいじゃん、勝った、コンセントレーション、ハイハイブレイブサンダー、ハイブレイブ、そうだ、バッシュ、ダイナミックスパーリング、さあ、ありがとうだもん、あんた
ブルスカイスキーハイブレイブサンバWhat?
それもここまで。行くで。おりゃ。オーリキコーリン、アルティメットライジングスラッシュかい。かーいってこの前と一緒じゃん。だったんだあいつら。さあバカなんだろ。
行くよ。なかなか壮観だも。24時間フル稼働で生産を続けてますも。むいむい、初期生産分のエーテルロ1000個はイーラに売りつけるも。え、ですが、ここの資金は帝国のローデリヒ議員から出てますも。キクが盗み出した材料のコアチップの情報も議員からだったのでは。そんなの関係ないも。金を積んだ方が優先も。あのじいさんはしばらく待たしときゃいいも。そのうちインビディアと回線になれば焦ってさらに金積むも。さすがバーン会長、そこまで深くお考えとは頭が下がりますも。もももももも金儲けの基本も。